本日はですね、山梨県の道志というところに行ってきてですね、で、久保吊り橋っていう吊り橋がある。で、その隣にある売店でですね、ナスを買ってきました。で、私ね、ナスあんまり食べないんだよね。食べないし、ナス買うの初めてですね。で、そこで、無農薬のナスですよって言って、これだけ入って200円で売ってましたんでね。で、これを使ってうまくできるかなと思ってやっていこうと思います。で、何をやろうかと思うとですね、群馬県でですね、ナスを使ったかば焼きがあるというので、それをちょっと作れるかなと思ってね、こちらホットサンドメーカーでねやっていこうと思います。で、1個はですね、皮のまんまちょっとパカッと割って、まあ焼いてみて、1個はですね、皮を剥いてパカッと割って焼いていこうかな。で、よくね、レシピ見ると電子レンジで3分温めろとかなんとか言うんですが、キャンプとか行って、または災害の時にホットサンドメーカーしかないね、カセットコンロしかないっていう時、どうしたらいいかなっていうのをね考えていこうと思います。こんな感じ？こんな感じ。ね、油なじませて。それで、1個はですね、皮付きのまんま、まあ、こういう風にちょっとやってみましょうか。で、ホットサンドメーカーね、蒸し焼きにするやつなんで、まあ、蒸し焼きできるかなっていう感じですね。とりあえずね、例によってね、1分ずつやっていこうかなと。火力はこんなもんですかね。ナスっていうとね、旬は夏ですね。で、秋ナスは嫁に食わすな、みたいなこと言ったりする。ナスは体を冷やすので、まあ、お嫁さんにね、食べさせちゃダメだよね。ね、秋口になると、まあ、寒くなるからね、体が冷えないようにっていうことらしいですね。まあ、あと、秋ナスは美味しいので、お嫁さんには食べさせないっていう意地悪なね、発想もあるみたいですね。で、ひっくり返して、これで一分一分焼いた感じ、どんな感じなんだろう。まだまだって感じですね。よし、こっちはこっちもまだまだって感じですね。水分出てきてますね。それではね、さらに一分やってみましょうか。こんな感じですかね。で、こっちはこんな感じ。ああ、焼けてる焼けてる。もう一分ずつやってみましょうかね。結構焦げ臭い匂いがしますね。止めてみますか。で、片面1分1分を2回、2セットやりましたね。こんな感じね。で、こちらがこんな感じ。単なる焼きナスになってるかなっていう感じがしますね。ね、群馬県の有名なやつとはちょっと形が違うな。火は通ってそう？火は通ってそうですね。ちょっと一旦取っといて、ここにタレを入れて、で、これをちょっと絡めて、で、焼いてみるか。ちょっと一旦取ってですね、うなぎのかば焼きのタレを敷いて、ちょっと群馬のね、ナスのかば焼きとは違うかなって感じがしますね。よいしょ。それでちょっと蒸しましょうか。ちょっと一分蒸してみましょうか。大体こんな感じですかね。どう？井森さん、こんな感じかな。どうなんでしょう。こっちが皮なしで、こっちが皮付き。さあ、実食してみますか。ナスのかば焼きに合わせるとしたら、これですかね。久保田。これやっちゃいましょうか。久保田の千寿ですね。ちょっと、喉潤しますね。いただきます。さすが久保田。どうでしょう。ホットサンドメーカーでうまくいってるかどうかだよね。いただきますね。ね、焼いたナスにかば焼きのタレがかかってるっていうだけかな。井森さん、ちょっと違いますかね。皮付き。うん。これね、皮がある方がいいかない方がいいかっていうと、私は皮があった方がいいな。皮があって、で、蒸し焼きにして、かば焼きのタレをかける。皮剥かないで焼いた方がいいかなと思いますね。こっちの方ですね、こっちの方。先ほどのとは別にですね、レンチンしてみました。3分間レンチンしてですね。で、これをパカッと割って、で、焼いてみるか。タレが絡んでいればいいかなと思いますが、繰り返した感じ、こんな感じ。絡んでない？あ、絡んでる。こっちは絡んでますね。それじゃあちょっと食べてみましょうか。こんな感じですね。例によって、久保田の選手。これね、富士吉田の道の駅で買ったやつですね。結構ね、お酒の味が丸くなるっていうか、美味しくなるやつですね。それじゃあ、いただいてみますか。なんか本物のやつはね、皮がないんだよね。いただきます。皮ごと食べられるわ。いい焼きナスになってますね。ナスっぽい、ナスですよね。基本ナス。で、かば焼きのタレがついてるんで、まあ甘い、しょっぱい、
味がついてて美味しいかなって感じですね。で、電子レンジでチンしたやつとしてないやつっていうのでちょっと味比べたらですね、してない方はね、茄子っぽい感じがしていいような気がしますね。レンチンしない方が茄子本来の感じがするような気がしますね。まあ好みでしょうけどね。私の実験の結果からするとですね、一番良かったのは半分にパカッと割ってですね、皮付きのまま、1分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 って焼いて、その後にタレを垂らしてですね、その上にナス切れ目の方を下にして1分焼くっていうのはちょっとやってみた感じ一番美味しい気がしますね。それじゃあまた。